こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。LDL コレステロール、悪玉コレステロール、いくつ以上だったら病院受診すべきでしょうか、やばいでしょうかという質問をいただきました。LDL コレステロール、悪玉コレステロールと言われます。ほとんどが LDL コレステロールの8割強がですね、ご自身の肝臓で作っています。LDL が高い方っていうのは、ご自身の肝臓でLDL コレステロールをたくさん作りすぎている状態です。LDL コレステロールが高いとなぜいけないかというとですね、やはり動脈硬化を進めてしまうからです。低すぎる必要はないんですけど、高すぎるのは良くないと思います。下げすぎる必要はありません。LDL コレステロールが増えてしまうと、血管の老化ですね、動脈硬化が進んでしまいます。酸化された悪いコレステロールがですね、血管の内側に入り込んでしまって、血管の壁が厚くなってしまって、プラークと言いますけど、作ってしまって動脈硬化が進みます。そのプラークというところが弾けると血栓ですね、血の塊ができてしまって血管を詰まらせてしまう。それが心臓で起きると心筋梗塞、脳で起きると脳梗塞になってしまいます。コレステロールが高いとプラークができてしまって動脈硬化が進む。動脈硬化性疾患である狭心症、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞などが起こりやすくなるというわけです。健康診断で LDL コレステロールいくつぐらいだったでしょうか。コレステロール高い方って結構いらっしゃいますよね。 LDL コレステロール、HDL コレステロール、大きく言ってコレステロール2つありますね。善玉コレステロールという HDL コレステロールは比較的やっぱり高い方がいいかなと思います。 HDL コレステロール40以下を異常としますけど、やっぱり HDL コレステロールが低い方はあんまりよくありません。 HDL コレステロールっていうのは動脈硬化を抑えるような作用、体の隅々にある悪いコレステロールを回収してくれるような働きを持っています。なので善玉コレステロールと言われています。 LDL コレステロールと HDL コレステロール、どのぐらいの比率であるかっていうのも大切なんですけど、やっぱり LDL コレステロール単独で考えてもらって高い方がやっぱり良くないですね。じゃあどのくらいならいいのか。160以上だったら僕は一度かかりつけの先生に相談した方がいいと思います。数年前からの健康診断の結果を持って行ってもらって、先生と一緒にどのぐらいの値で毎年LDL コレステロールの値が推移しているのかっていうのを見てもらった方がいいかなと思います。体質だったり、あといろんなさまざまな理由で、特に女性とかですね、女性ホルモンの関係で上がっている場合もありますので、相談した方がいいかなと思います。そうですね、160以上を一つの目安とした方がいいと思いますね。お薬をいくつから飲むべきかっていうのはちょっと議論がありますけど、160ぐらいでやはり動脈硬化のリスクが高い方っていうのはお薬考える方もいいと思いますね。180以上だったらちょっとお薬飲むことを前向きに考えた方がいいんじゃないかなと僕は思います。それもちょっと先生と相談してください。一応高コレステロール血症の定義は140以上なんですよね。まあでも140前後、まあ120、30ぐらいだったらちょっといいかなと思いますね。まあできたら僕は LDL コレステロール120以下ぐらいを目指した方がいいかなと思います。下げすぎる必要ないと思いますね。一度心筋梗塞になった方っていうのはLDL コレステロール70以下にするっていう厳しい基準があるんですけど、普通の方はそこまでする必要は僕ないと思います。120ぐらいを目指すべきかなと僕は思っています。 LDL コレステロールやはり体の中でも必要となっている部分もありますので、下げすぎる必要ないと思います。今日のまとめです。 LDL コレステロールいくつ以上でしたら病院に行くべきでしょうか、やばいでしょうかっていう質問ですね。一つの目安として LDL160 以上は一度病院に受診した方がいいと思いますね。180以上でしたらお薬飲むことを前向きに考えてもらった方があなたの将来のためにいいと思います。 LDL コレステロールだいたい理想的には120前後以下ぐらいを目指した方がいいと思います。下げすぎる必要はないと思います。あなたの LDL コレステロール今いくつぐらいでしょうか。わからないこと、不安なことがあればかかりつけの先生に相談するようにしてください。